はい、こんにちは。始まりました、フォトグリッシュの岡崎です。では今日も毎日リスニングやっていきましょう。今日はスパイファミリー21話からセリフを選んでいます。で一応フィオナが登場する回ですね。でコードネームトバリなんですが、英語版だとナイトフォールとして出てきます。で黄昏はトワイライトで出てきますね。で一応今回のシーン前半はフィオナの妄想になりますね。なんでこう妄想として捉えてください。であと難しい単語が一つ出てくるので、ちょっと先に言っておくと dimwit という単語が出てきます。これは名詞でバカとか間抜けとかそういった意味になりますね。はい、そこにちょっと気をつけて聞いてみましょう。では行きます。 How perfect can you be? I don't need that dimwit of a wife anymore. For the sake of world peace, let's get married, Nightfall. Oh dear Twilight.I'm all yours and not just for the mission. Codename Nightfall. A woman driven by ambition, specifically to marry Twilight. How perfect can you be? I don't need that dimwit of a wife anymore. For the sake of world peace, let's get married, Nightfall. Oh dear Twilight, I'm all yours and not just for the mission. Codename Nightfall. A woman driven by ambition, specifically to marry Twilight.How perfect can you be? I don't need that dimwit of a wife anymore. For the sake of world peace, let's get married, Nightfall. Oh dear Twilight, I'm all yours and not just for the mission. Codename Nightfall. A woman driven by ambition, specifically to marry Twilight.はい、という感じでした。ではここから回答に行くので、聞き直したい方は動画を戻して聞き直してみてください。How perfect can you be? I don't need that dimwit of a wife anymore. For the sake of world peace, let's get married, Nightfall. はい、でまず How perfect can you be? ですね。で一応この can は可能っていうよりも可能性で捉えた方がいいかなと思いますね。で How perfect? でどんだけ完璧に君はなりうるんだくらいの感じですね。でそこからなんて君は完璧なんだっていう感じの意味になっています。はい、でそして I don't need that dimwit of a wife ですね。ここちょっと聞きにくかったと思います。そして意味も取りにくいですね。でこの that はあのという意味なので、まあ、問題ないんですが、 a dimwit of a wife とか、あとは an angel of a girl とかっていう感じでこういう表現があるんですけど、こういうふうにこう使うと、こう、オブってどうしても、こう、A オブ B ってなってたら、B の A ってしたくなると思うんですよね。なので、そう考えると、この An Angel of a Girl も女の子の天使みたいな、ちょっと意味わからなくなりますよね。で、この Dimwit of a Wife の部分も、妻のバカっていう感じで、ちょっと変な意味になると思います。で、こういう時はですね、この An Angel of の部分を形容詞っぽく捉えることになります。なんで、ここもバカっていう名詞ではあるんですけど、こういう形になってたらバカな妻っていう感じで捉えることになるんですね。はい、ここちょっと気をつけておいてください。なので上のこの An Angel of a Girl も天使みたいな女の子っていう感じになりますね。なんで、まあ、今 I don't need that dimwit of a wife anymore って言ってるので、もうあのバカな妻はいらないっていう感じで言っているんですね。はい、ここちょっと気をつけておきましょう。でそして次 For the sake of world peace で、For the sake of は何なのためにですね。なんで世界平和のためにで Let's get married nightfall で結婚しようというふうに言っています。でこの get married で一応結婚するという意味になるので、ここもちょっと気をつけておきましょう。で一応この get married で誰々と結婚するっていう場合は前置詞が必要になるんですが、何かわかるでしょうか。で一応この前置詞は to になりますね。ここもちょっと気をつけておきましょう。 get married to 人で誰々と結婚するですね。理屈的にはこの marry というのが結婚させるとかそういった意味があるんですよね。なので get married の部分でこう受動態になって結婚させられる、まあ結婚させられた状態になるっていうことで、結婚している状態になるっていう感じになります。ここは難しいと思います。はい。で、一応もうそのまま get married to 人っていう風に何回も言って覚えるのが個人的にはいいかなと思いますね。はい。という感じですね。さて、発音のポイントなんですが、この I don't の T の音が脱落ですね。で、そして need that の T の音も脱落。I don't need that
って感じになりますね。で、dimwit の t の音も脱落します。そして ov が弱く発音されるんですよね。なんで overwife くらいの感じで聞こえたと思います。v ってあんまりはっきり言ってない感じですね。で、そして let's get married のところの t の音脱落ですね。はい、という感じでした。ではもう一度流すので自分でも発音してみましょう。How perfect can you be? I don't need that dimwit of a wife anymore. For the sake of world peace.Let's get married, Nightfall. はい、という感じでした。では次のセリフに行きましょう。 Oh dear Twilight, I'm all yours and not just for the mission. Codename Nightfall, a woman driven by ambition, specifically to marry Twilight. はい、で、 Oh dear Twilight, こう愛する黄昏よって感じですね。で、 I'm all yours, で、私はもう完全にあなたのものです、すべてあなたのものですって言ってますね。で、 and not just for the mission, で、そしてそれはただミッションのためだけじゃないっていう感じで言っていますね。はい、なんでプライベートもあなたのものですって感じで言っています。 Codename Nightfall, これはコードネーム、とばりでいいですね。で、 A woman driven by ambition と言っています。で、 driven は一応こう drive の、過去分詞になります。で、この A woman を修飾する形になっていますね。で、何によってでドライブされているかというと ambition っていう風に書いてあって、 ambition はこう野望とか野心とかですね。なんで野心によって駆り立てられた女性っていう感じで言っています。で、 specifically to marry Twilight で、このどういう野心なのかというのを説明するためにこの to marry Twilight がくっついているんですが、 specifically はこれは一応具体的に言うととかそういうことですね。で、 to marry Twilight で、この marry は一応これは marry 人とすると人と結婚するという意味になります。で、この人と結婚するという野心っていう感じで言っていますね。はい、で、そしてこの marry の語法がさっき get married to 人で、人と結婚するっていう風に出てきたんですけど、こんな感じで marry 人っていう形でも人と結婚するという意味になりますね。この2つの語法を覚えておきたいですね。はい、という感じでした。で、発音のポイントはこっちは I'm all yours が若干聞きにくいなと思いました。発音のポイントは特にないんですが、で、そして and not のこの D の音を脱落、 just も短かったですね。 justくらいしか聞こえてなかったと思います。で、この T の音脱落しますね。はい、という感じでした。ではもう一度流すので自分でも発音してみましょう。 Oh dear Twilight, I'm all yours and not just for the mission. Codename Nightfall, a woman driven by ambition, specifically to marry Twilight.はい、という感じでした。では今日はこれで終わりたいと思います。ぜひ高評価、チャンネル登録、絵文字一つでもいいのでコメントいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。 How perfect can you be? I don't need that dimwit of a wife anymore. For the sake of world peace, let's get married, Nightfall. Dear Twilight, I'm all yours and not just for the mission. Codename Nightfall, a woman driven by ambition, specifically to marry Twilight. How perfect can you be? I don't need that dimwit of a wife anymore. For the sake of world peace.Let's get married, Nightfall. Oh dear Twilight, I'm all yours and not just for the mission. Codename Nightfall, a woman driven by ambition, specifically to marry Twilight. How perfect can you be? I don't need that dimwit of a wife anymore. For the sake of world peace, let's get married, Nightfall. Oh dear Twilight, I'm all yours and not just for the mission. Codename Nightfall.A woman driven by ambition, specifically to marry Twilight. How perfect can you be? I don't need that dimwit of a wife anymore. For the sake of world peace, let's get married, Nightfall. Oh dear Twilight, I'm all yours and not just for the mission. Codename Nightfall. A woman driven by ambition, specifically to marry Twilight.